アンダース・ハウゲンは、アメリカ合衆国の元スキージャンプ、ノルディック複合、クロスカントリースキー選手。ハウゲンは1888年にノルウェー、テレマルク・ケンボーで生まれ、1908年に、アメリカ合衆国コロラド州サミット軍ディロンに移住した。1919年に213フィートの世界記録を樹立、翌1920年には214フィートに、 更新した。1924年のシャモニーオリンピックにアメリカスキーチームのキャプテンとして出場、スキージャンプで4位となった。50年後の1974年に当時の得点計算が間違っており、銅メダルとされたトルライフハウグと4位のハウゲンの順位が入れ替わることが判明した。1974年9月12日、オスロのホルメンコーレンハウスにおいて、 50年遅れの銅メダルがハウグの娘アンマリー・マグナス戦から85歳のハウゲンに手渡された。1929年にハウゲンと弟のラースはカリフォルニア州のレイクタホに移り住み、レイクタホスキークラブを設立した。70代になるまでジュニアの育成に尽力し、1978年にはコロラド州スキー殿堂入りの名誉を受けた。1984年、 95歳で死去した。ありがとうございます。